ありがとう。俺たちもみんなが大好きです。サンクス。南、何見てんの？アイドリッシュセブン？桜メッセージか。この歌いいよな。胸にグッときてさ。私はそうは思いません。恥知らずな人、あの歌の意味を知っているのに仲間に歌わせて平気な顔で笑っているなんて。あの歌の意味？おい、どこ行くんだ南。お花を摘みに。いやあ、聞こえたよ。ちょうどよかった。この花束を南にプレゼントしよう。どうしたんですこの花束？デート中にレストランでグロテスクな話をして突き返されてしまったんですか？やけに具体的だね。経験談？いえ、りょうさんのイメージです。嫌な言葉だね。僕が法律を作れるようになったら、セクシーなお兄さんは服を着て街を歩けなくするよ。よせよ、俺が困るだろう。私も困ります。めっちゃ自信家だなお前ら。それはお祝いの花束だよ。レッドヒョヒルフェスティバル出演決定おめでとう。レッドヒルフェスティバル？それってデンマークでやってる世界的な規模の野外ロックフェスだろ？世界中のロックファンが集まって毎年喧嘩騒ぎが起きるくらいの熱狂的なイベントですね。バンド演奏しないアイドルの私たち、まして新人アイドルは歓迎されないのでは？いいよ、箔がつくんだから。ブーイングされてもか。海外のロックフェスの情報なんて好きなやつしか集めない。メディアでズール出場大絶賛と煽れば、へえそうなんだと思い込む。みんな情報の真偽を自分で確かめないからね。俺は嫌だ。自分を振った女をデートに誘うようなものじゃないか。突き返されると分かってる花束は用意したくない。振られたことあんのか？マジかよ、イケメンでも振られんのかよ。御堂さんはデートに花束をご用意されるタイプの男性なんですね。
何やで花かん、照れくさくない？あらあら花なんか買ってどうしたのみたいな、あの雰囲気絶対無理。お前ら感想がバラバラだな。悪いけどもう決まっちゃったんだ。嫌でも出てもらうよ。白をつけてブラフォアでアイドリッシュセブンに勝つんだ。リクは悔しがるだろうね。もしかすると泣いちゃうかもしれないけど、ま、その時は僕が慰めてあげればいいからさ。車上荒らしと車の修理屋を兼業するような最悪のアプローチですね。場違いな海外のロックフェスに出なくたって、俺たちは日本で力をつけてやる。ブラフォアでアイドリッシュセブンに勝ってみせる。バカだなトーマ。トリガーに負けた時だってそう思ってたろ。今度こそ勝てるさ。俺たちならズールなら小細工をしなくったってアイドリッシュセブンに勝てる。俺たちにだって本物の価値がある。ないよ。お前たちはアイドルのステージをめちゃくちゃにするためだけのマネキンだ。そういう話だったじゃないか。今さら何言ってんの？ちょっと待てよ。トリガーや九条をめちゃめちゃにするとは聞いたけど、マネキンをやるなんて聞いてない。俺もアウェイなステージでブーイングを浴びるなんて聞いてない。そんなの俺がかわいそうだろ。リョウさん、何かあったんですか？今までもまともじゃありませんでしたけど、以前に増して手段を選ばなくなってますよ。手段を選んでるから行ってこいって言ってるんだよ。使い捨てのアイドルを使い捨てて何が悪い？お前たちが起こすのはムーブメントじゃなくて愚かなファッド。もって3年のバカ騒ぎさ。ちゃんと説明したし納得したはずだろ。みんなにキャーキャー言われてなんか勘違いしちゃってるんじゃない？そうだよ。はあ、欲出して調子乗って願ってるよ。もっとこいつらと一緒にもっと本気で歌いたい。バカじゃないの？ああバカだよ。バカだからロックフェスに出て本物の喝采起こさせてきてやるよ。その時はあんたも考えを変えるはずだ。俺たちはマネキンでもなきゃファッドでもない。3年なんかじゃ終わらない。ズールが新しい時代を作るシンガーだってな。生卵を投げつけられて泣いて帰ってきなよ。それでも
ズール大好評って記事を出してあげる。お前が最も屈辱的な方法でお前を最高のヒーローにしてあげる。もっと太い首輪を4つ用意してね。りょうさんに逆らっちまった。でもこれで間違ってないよな。いや、ちょっと困るんだけど。出たくないっつってんのに。嘘だろ。やめろやめろ。俺の肩叩いてやってやろうぜとか言ってくれるターンじゃねえのかよ。ドラマの見過ぎですよ、犬丸さん。うわ、単価切っちゃってるって若干引きながら見てた。先走りすぎなんだよ。なんでいきなりそんな熱くなってんの。するし、お前らのことバカにすっからよ。ちょっとやめてください。アットホームな空気流れちゃってるでしょ。なんか胸のあたりがくすぐったい感じが。めんどくせえ。マジでめんどくせえ。とにかく行っちまったからにはやるしかねえ。俺たちの実力認めさせてやろうぜ。言ったのトーマじゃん。嫌だな。生卵ってぶつけられたら痛いのか。デンマークのロックフェス、ノースメイヤに近いですね。南？いえ、何でもありません。皆さん、ありがとうございます。いいんだよ。でもナギ、一体どうしたんだ。お前最近変だったろ。言えよ、どんなことだって力になるからさ。わかりました。
皆さんに打ち明け話します。聞いていただけますか？もちろんだ。ここじゃ落ち着かない。後で楽屋に戻ったから話そう。わかりました。